はい、速稼塾の久保です。月末ね、30日ですね。今日の相場解説は特に言うことはないんですけども、やっぱり慎重になっているね、マーケットが、そんな気がします。突発的な資金の流入もこの分ではなさそうですし、その分だけにエントリーしてもボラティリティがないんで、利益を上げにくいんじゃないかなと思います。じゃあちょっとだけね、1時間足のドル円見てみましょうか。画面切り替えてください。見方としてはね、こうなんですよ。ぐーっとここ上昇しているところがこういうふうにありますよね。こう N 字を書きながらぐん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 上がってきてますよね。でもだんだん上に行くに従って横ばいに近くなってきて、もうすでにほぼこの辺りでは横にしか動いてないんですよ。でしかもロウソク足もこの辺りってちょっと短くないです？ほら、あれ線になっちゃった。ここ短いでしょ。エントリーしてもしょうがないですね、これは。でこの辺はまだボラティリティがないでもなかったんですけども、それでもね、エントリーしてポジション取るのはリスクがでかいかなというふうにお話してきたところです。私たちがエントリーするのってこういうふうな伸びがあるところで取っていかないといけないですから、もっと言ったらね、ここですよね、この伸びですよ、これを取らないといけないんですよ。こういうところからこういうところに移動するところを取っていかないといけないんで、この箱の中っていうのはね、基本的に私たちのマーケットにはなんないですね。ということでね、もう月末気持ちを静かに落ち着けて、今月を振り返ってですね、来月からのポジション取りにまた生かしていければなと思います。明日もだからエントリーするタイミングはあまりないと思いますよ。10月の1日2日、そうですね、きちんとやり始めるのって10月の5日あたりからじゃないですかね。10月はだから出足が結構遅くなりそうです。ということで本日は以上です。ではよろしくお願いします。